この国にわしの求める男がいれば計画はクブ通り成功したようなもんだ。よくいらっしゃいました。どうすればいいの。いらっしゃいませ。やな感じ。俺たちは見せ物じゃないや。そう怒るんじゃないよ。俺たちの毛並みのいいのに見とれてるのかもしれないよ。うん、そりゃそうかもしれねえな。リリ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 。これは売り物がない。いえ、おじさん、これはうちのペットですよ。ペットにしちゃあまり利口そうじゃないな。け、バカにしてやがんね。気にしない、気にしない。この目つきはどうも気になるわ。どうかしたの、ボッコ。あの男、危険だわ。どりどり。にらめっこしましょう、アップップ。しょ。あいつ。確かに危険な男だよ。いらっしゃいませ。お泊まりでございますか。うん、一番上等な部屋を頼むぞ、ボーイ君。かしこまりました。では。あ、待て。おお。僕が何か。全く立派だ。はあ？変な人。いや、実に良い体格だと言っているんだ。軍隊で鍛えたのかね、この立派な体格は。いや、僕はスポーツが好きでしたから。軍隊は大嫌いです。つまり、戦争は嫌だということです。戦争が嫌いか。そうか。戦争はいいぞ、かっこよくて。パン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 。なんだあいつは。気でも違ってるんじゃないのかな。パン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 だなんて。何のパレードさ。まあ黙って見てなよ。私の狙っている男が現れるとは思わなかった。示しお飲み物をお持ちしました。ボーイ君か。君、あのパイロットはこの国の男かい。実は私は来たばかりで何も知らんのだ。お客様の国はどちらですか。わしの国か。ずっと南の小さな国だ。ではこの国へは何の御用で。つまりわしの戦争計画に。ボーイのくせにそういちいち聞くな。いや、これは失礼よ。しかし見事なパイロットだ。ギロとかいう外国人で世界大戦の勇士だったそうですがね。何、世界大戦の勇士。わしの思った通り。どうかしましたか。いや、何、わしはちょっと出かけてくる。どうもおかしな男だな。どうだい俺の腕前は。また話してくれや、話してくれや。それじゃ話すよ。おじさんすごいですね。なーに、大したことあんねえさ。俺は本当に活躍したのは世界大戦よ。ラガルって撃ち落としたんだ。戦争の自慢話だってごめんだね。こんな人間がいるから地球に本当の平和が来ないのさ。悲しいことだわ。東南沖の空中戦はすごかったで。俺は一人で38機を撃ち落としたんだ。ボーイ知ってんだろうに。知ってるとも。君
見ぬ噂は有名さ。新聞に出てたよ、ギロ。あなたはフトラーというんだ。君を尊敬している一人さ。ありがてえ、俺の武勇伝知ってんのか、嬉しい。でも今じゃしがねえ宣伝よ。さあ、ひがみなさんな。君の腕が必要なことがあるんだよ。え、本当ですか？まあね。おい、ボス、あっち行け。ちぇ。へ、後から来て威張ってやがら、礼儀知らずに。行けったら行け。聞いてみてくれない？どうせろくなこってないぜ。俺は腕がなって仕方がねえんだ。もう一度思いっきり飛行機に乗って戦ってみてんだ。わしに任せなさい。俺はたっぷり出そう。そいつはありがてえ。それなら俺の仲間に腕利きがいるんだ。そいつもぜひ連れてってほしいぜ。そうか。次は陸軍を探すんだって。なんだよ、戦争の話ばっかりじゃないか。全く危険な男だよ。きっとあの人は何か恐ろしいことを計画してるに違いないよ。どっか行くわ、ほら。よし、あとを追うんだ。オッケー。よし、出発。フットラーさん、ここがクラベスの射撃練習場ですぜ。あ、これは驚いた。おー、ほっ、目標前方撃て。わー、すごい射撃場だよ。戦争みたいね。どれ、お手並み拝見。困って。あ、しょうがないな。よいしょ、撃て。あった、どっこい。こらいい眺めだよ。こりゃこらいいかもだ。いやいや、なにか。もう避難書いちゃったよ。あ、冗談で大丈夫か。こいつは1キロ先のネズミだって撃ち落とすんですぜ。なんたる早業。いや、お見事。わしにぜひその腕を譲ってくれんか。練習には飽き飽きしてるんだ。久しぶりに戦争で思う存分暴れるか。これで陸軍も決まったぞ。俺たちは戦争だけが生きがいなんだ。当たり前だ。俺は戦争のために生まれたんだ。このままほっといたら大変なことになっちゃう。早く兄さんに知らせなきゃ。ママ。なんだい、新一。騒々しいね。ママ、兄さん知らない？さっき電話が来てね、慌てて出かけちゃったよ。遠くに行くからしばらく帰らないって言ってたな。うん、困ったな、こんな大事な時にさ。おや、どうかしたのかい？子供の喧嘩の仲裁ならパパが言ってやるよ。父さんは黙ってるの。はい。ピース共和国はみんなに尊敬されている大統領の政治で平和な日々が続いておる。しかしフェニックスの調査によると、最近どうも穏やかでない空気が見られる。外部から密かに調査した結果、ある人物とその一味が浮かび上がった。すぐ飛んでくれたまえ。はい。ピース共和国の情勢を調査し、大統領の身辺を警護します。頼んだぞ。あれ？ねえ、フットラーって恐ろしいことを計画しているスパイに違いないよ。じゃあ帰ってこないうちに早く調べましょうよ。あれ、こいつは何だろうな。あ、しまった、帰ってきたぞ。早く、あのベッドの下。見つかりませんように。これで準備は OK だ。さてと、
こちらはフットラーすごい腕の戦争屋を見つけた。軍資金をたんまりと頼むぞ。俺はすぐここを出す。じゃあ基地で会おう。戦争をやらなきゃ国なんか栄えやしないのさ。なんて悪いやつだろう。よし、どこまでも後をつけてやるぞ。フットラーの正体を見届けるんだ。それをこれから探るんですよ。